はいどうもピョキーです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースザーユーネックスペクティッドチキンカッコトロールということで、このコースを訳してみると予期せぬ鳥っていうことなんですよね。何を言っているんでしょうか、この制作者さんは。僕は焼き鳥が好きですよ。で最近ですね、古い投稿のトロールコースにめちゃくちゃハマってるんですよね。これも2019年11月25日に投稿してるんですけど、古いトロールコースにもね、古いなりの良さっていうのがあることに気づきました。まあその良さが何なのかちょっと伝えにくいんだけど、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.93% だったね。これなんか来る。よし、こんなの引っかからないよ僕は。じゃあこのまま右に、いや上に行ってみようか。こっち怪しくない、開幕なんもねー。なかなかやるねこの制作者さん。上が気になるから上に行くっていうことを想定したんだろうね。これは踏めんのかな、テレサって踏めないよね。でもドロールコースは踏めるんだよな。いやテレサに乗れるのは分かんなかったな。今までこんなあったっけ。いや右のテレサは絶対乗れないでしょ、こんなん分かってるって。さあ心思う、したら絶対に右にブラッパが来るから早めに行こう。このブラッパより早く魚。なるほどね、右に足場があるからオフしてもブラパンは止まってくれるんだね。でこの状態で右に行けると、こういうのがね古いなりの良さなんだよね。わかるかな、なんかね制作者さんとの駆け引きっていう感じするよね。邪魔すんだトビウオ。セブ最近ね似たようなこと言ったかもしんないんですけど、ピオキングさんが可愛いっていうね言葉をよく聞くんですよ。マジで頭おかしい人たちだなと思いまして。じゃあここは一旦土管に入っていこうか。あのブクブクは無視していこう。そしてここは、うわ何この祭りのやつ、大体罠なんだよな。一旦下降りてみる、あのドア罠だよ。下ろさせてくれよ。結局ここに連れて行かれるのか。じゃあドアに入っていきたいと思います。うわやっぱ違うじゃねえか、なにこの新耐久。一旦さこの亀のコーナー叩いたらどうなる。なるほどね、これさ亀のコーナーが生き返って、その度にブロックを叩いて右にやれっていう感じだね。いや違うんだって、求めてるのはもうちょっと技術を要したし、に耐久をくれよ。これはもうたださブロック叩いて終わりじゃん、これも飛ばしていいかな。じゃあさここ上に行ったらダメってことは下に行けってところかな。この下がね怪しいんだよな。やっぱりなんかあるよこの下、こっちが正解っていうことでしょ。この四角はなんもないな。じゃあ一旦このキノコを取って何もしない、隠しブロックあるんじゃないのこの上に、頼む何もないでね。いや何となく怪しいと思ってた、ここにキノコがあることがさ。じゃあ一旦このままロケットを倒してスターを取って、一旦下行ってみようか。下は何もないのか。じゃあスターを取って先に進めっていうことだと思うんですよね。この上は見えました、一旦スターが切れるまで待っておかないとダメだね。そうしないと上に上がれなくなるもん。さあスターが切れたところで上に上がっていきたいと思います。で右の土管に入れると、これは完璧だったね。さあこっから下に行こっか、下に、うわ右に行ってみたいな、右に。いやどうしよう、一旦この鍵を取って鍵ドア入ってってみるね。これなんだろう、こっちの方がめっちゃ気になるな。正解でやってくれ。へーじゃねえんだよ。じゃあここさ一旦鍵取るじゃん、鍵取って鍵ドアに入らない、このまま右に進むのが正解だと思うんだよな。どっかで P が変わるんじゃないか。だそうだろ、いや熱いで、このドアに入る。いや下も気になるな。頼むって、もいやらしいなこのステージ。この下に行くのは間違ってないと思うんだけど、何もないだろうな。本当に何もねえじゃねえか。さっきも言ったけどさ、古いコースってこういう制作者さんとの駆け引きができるようなコースが多いような気がするんだよね。そういうコースにね最近ハマっててすごく面白いなって思うんですけど、じゃあ一旦さここは下に行けばよかったね。何もしないでこの下に行けば中間ナイス。さあ行きましょう。さあこっからどう、何もしないでいいよここは。絶対あのフラワーいるよ、ほらね、ノーボキャー。じゃあここは崖ギリギリでこのフラワーを取って、右のボム兵をジャッカモン。よしよしよし、さあ進んでいきましょう。地味にならなくてよかったか、このまま先に進んでよかったか、どうなんだここは。もう終わった感じですかね。
やばいんじゃないですかこれは。あ、でもパウが落ちてきたね。このパウを持ってプラパを倒せる。来ました。このまま右に進んでいきましょう。この先には何がある。登って帰ってるのが見えるんだよ。なあ、ビビってみるのか。これは本当にノーチャレンジ。じゃあどこに行けばよかったんだろう。下かな。この下は何もない感じだね。なんかね、右に一マス、多分ね、これだと思うんだけど。なるほど、こっちか。この制作者さん、あれだね、下に何かを隠すっていうのが多いよね。さあ行きますか。この上は何もない感じっぽいね。じゃあここはキノコ。これはキノコだね。取ってっていいのかな。いや、ここでキノコくれるっていうのがまずめっちゃ怪しいんだけどな。一旦ここは下に行ってみる。えっ、まずいぞ。これは非常にまずいじゃないか。隠しブロックがある。いや違うね。あれ、この先どうやって進むんだろう。あ、分かったよ。もしかしたらさ、先にここでキノコを取っておくじゃん。そしたらここで尻尾が出る。うわ、違うのか。反対かな。右から取ったらいいみたいな感じかな。なんでここで先に右のキノコを取って、これは葉っぱなんじゃないか。すぐ上に行きます。よし、危ねえ。逃げられるところでした。じゃあここで一旦ブロックを壊して先に滑るっていう感じだね。あのスターは取っていいのか。僕はスター大好きだからね、取りたいと思います。そして早く右に。先にあなたを壊しておくべきなんだろうかい。やばい、これは間に合わないでしょ。頼む、間に合って。やった。甘いな制作者さん。もうちょっと長く針を作るべきだったんじゃないか。頼むって。そんなことしないでって。ジャンプしていかなきゃいけないっていうことだね。なんであのブロックが来たらジャンプしていきたいと思います。このタイミング、よし。で、こっからつららに抜けて滑り台。で、ここでジャンプ。うー、やばい、これは。いい加減にせんか。それじゃあ次はチェックポイントに取りたいと思います。ギリギリでジャンプ。ナイス、うめえ。あの日には引っかかりませんでした。この近くの枠なんかあんのかな。なんで。いや、よく見たらさ、このキノコ足生えてるね。クリボーかなんか隠してるんだろうね。なんで一旦踏んで上に行きたいと思います。うわ、上に行けなかったか。下はなんもない。それじゃあ次はこのクリボーなるべく上の方で踏んで上に行きたいと思います。キノコ取れなかったけどいいのかな。この先は、あ、キノコくれるんだね。いや、でもなんかモロングって書いてない。大丈夫、この先何があるんだろう。ガリガリが2つあるだけだけど、上にね、なんかおちょくってるマークみたいなのがあったんだよね。ほら見て、モロングが出てきた。ガリガリモロング、なんか右上にガリガリのマークがあるね。この先は何があるんだろう。何度やらせればいいんだよ。もしかしたらさ、この先にあるガリガリの中にゴールが隠されてるみたいな感じなんかな。どうなんだろうね。キャー、本当にやったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、オリンピック改造2シャープ TF ということで、このコースに何かしらのオリンピック要素が積み込まれてるんじゃないかな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.76%。 いや、僕ね、オリンピック全然見ないからさ、コースの途中でここ何の種目っぽいねとか分かんないと思う。それじゃあやっていきましょう。まずはまあ改造コースっていうぐらいだからね、このままこの枠の通りに行けば先に進めるみたいな感じだと思うんですよ。まあ今のチョロップンのところのボンミスは置いといて、あのモグラのところまで行ければね、簡単に先に進めると思うんですよ。はい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 。よしよしよし、なかなかいい感じじゃないの。ここは2段踏んで右に進めっていう感じか。一旦ここで落ち着こっか。うわ、この花越えるの難しくない。ちょっと集中していいかな、このタイミング。よし、ナイス。で、一旦ここは右。うわ、これなかなか難しいね。ここで中間ポイントゲットっていう感じかな。いや違うやんか、さっきのところじゃないの。あ、ここでもらえるんだ、ありがてえ。このドアは、あ、このドアは多分ね、リフトのリセットっていう感じだろうね。じゃあ一旦いや違うんだって、ここ壁と思ってた。まさか針だとは思わなかったな。ちょっとリセットしていい。ボンミスが多いぞ。今日大丈夫か。こっから上に乗ってそろそろ集中してやろうかなと思います。黙ったらピオキングうまいんじゃねみたいな、そういうところもね、たまには見せていかないと続かないと思うんですよ。ここはコインの通り行けっていう感じか。パンパンカン、そして左左のジャンプ。
ここは四角叩けっていう感じから、でこの鍵の輪に入れと、そういう感じだね。さあ進んでいきましょう。うわ、中間ポイントくれると思ったんだけどな。このノスは右に行く感じでしょ。じゃあここのパウに乗ってパーで、そしてパウに乗っての取ってヘイそこの石タクシーゴールまでお願いします。初乗りは580円です。今10円しか手に入れてないんです。変なことやってる場合じゃないで、ね、それじゃあここで中間ポイント2をゲットして右に進んでいけっていう感じか。いやこれも違うんだって。それじゃあチェックポイント2も手に入れたことだし、私本気で行きたいと思います。ここは一旦上に行けっていう感じか。そして右のカロンを踏んで2段踏みで右に行く、そしてジャンプよっしゃゴールなんじゃないんですか。まだあんのか。ここは難しそうだぞ。右にジャンプ、このままジャンプしすぎた。ここはジャンプしすぎたらいけないってことか。これでもうよし、いい感じなんじゃない。でこのまま右押しっぱ、それでビヨーン、ナイス。よしここを越えるとゴールがあってくる。頼む、あぶね。さあどうなんだ。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発バリオスクワッターということで、説明文にねスクワットで体を鍛えようって書いてるんですよ。普段から運動不足な僕、このコースでスクワットをしたつもりになって体を鍛えていきましょう。鍛えれるわけねえだろまあまあおふざけはこの辺にしといて早速やっていきますか。何かしらのゴール条件があるっぽいね。何なんだろうね。コインを6枚取ってからゴールね。そしてこれクリア率が 0.31% だったからなかなか難しいんじゃない。そしてタイムは10秒しかないな。まずこの扉に入ってどうなるかなんだけどこういうこと。なるほど、デカキノコ状態でさ、しゃがんで立ち上がっての繰り返しをしろってことだよね。いや面白そうじゃねえか。じゃあ一旦しゃがんでおくよ。そしてここで立ついや違うんだって。これめちゃくちゃ早いよ。1個目のコインがまだどのタイミングか分かってないんだよね。マジで集中しなきゃこのコースクリアできてんだって。マジで早すぎて難しすぎるね。これはリズム天国だ。リズムよくいければいけらず、みんな見ててね。ワッツはいはい、ワッツはいはい、ワッツはいはい、ワッツこのリズムじゃないみたいだねいや見た目の速度に騙されてる。もう少しゆっくりのタイミングでいいよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイト、ナイン、キュー、ジュー。うわあとちょっとだったのに。それじゃあみんな行ってくるわね。お母さん今からエアロビのレッスンがあるの。おとなしく待ってるのよ。ワン、ツー、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 ワン、ツー。大開脚きたさあゴールしましょう。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。